伊豆原町は、九州の北沖にあたる津島の南部にあった町で、津島振興局の所在地である。2004年3月1日に、平成の大合併で津島市となり自治体としては消滅した。津島の南端に位置する。東部から南部はリアス式海岸が発達しているが、西部はほぼ一直線に断崖絶壁の海岸線が続く。 内陸部は300メートルから650メートル級の急峻な山が連なる。平地は西部のさすが流域を除き、大規模なものはほとんどない。このため集落はわずかな平地のある川口部などに点在し、集落間の道路はほとんどが曲がりくねった山道である。最大市街地は東部の伊豆原地区である。同地区は 昭和35年調査から平成12年調査まで、離島では珍しい人口集中地区を形成していた。また、同地区は、津島の政治、経済の中心でもあり、県や国の出先機関も多数所在する。町役場付近は、津島国の国府が置かれた地と考えられているが、未だその意向は見つかっていない。文営の役では、町西部の小茂田浜に、元、 高来軍が襲来し、大きな被害を受けた。鎌倉時代に、津島を治める創始が、津島中部の峰町佐賀地区から、伊豆原地区に移り関して、城下町となり、以来津島の中心地となっている。この城下町にあたる地域ははじめ、与良と呼ばれ、時代ごとに、国府、府中、または府内と故障が変遷している。府中は、中世における、 津島八郡のうちの与良郡および近世における津島八里のうちの与え吉里に所在したが、軍合域に含めないとする見方もある。府中は明治維新後の明治2年に伊豆原に改称したが、後に読みを伊豆原と改めた。また、与え吉里など津島八里は明治5年までに廃止された大技を行政区域とする津村時代。 大技は設置されていなかった。伊豆原町編入時に大技筒が発足し、1958年遅れて筒の一部が独立する形で朝もが発足。武家屋敷跡一等三角点基準点名、有明山、基準点コード、TR151 億2922万4101、二等三角点基準点名、男流量、基準点コード、 t r 二百五十一億二千九百十一万七千七百一平成二十八年三角点標高成果の改定に伴う標高変更で六百四十九メートルから六百四十八メートルと一メートル低くなった。なお、山頂にある山東水準点の標高は六百四十八点四零メートル。津島記事のうち値吉里の項目によれば、号内には、府中のほか、 ケイチ、スモ、ミカタチ、福崎、ガシ、オザキ、ヒルウラ、シマヤマ、ダイセン、イヌボエ、コブネコシ、カモイゼ、アシウラ、ガヤ、ヨコウラ、ノーブ、ダイフナコシ、クスホ、オガタ、タケジキ、クロセ、ネオ、コウラ、ミナミシツ、ヒサダ、オウラ、アンシン、ヒサカズ、ナイイン、ウチヤマの一府三十村が存在したとされる。上記のウチナ村は、 江戸時代初期に、与え吉里と筒里の境界として分割され、与え吉里側の内院村は、寄ら内院村とも称する。さらに、枝村が四、村あり、このうち、甲羅村の枝村として、極村が存在した。長崎県令によれば、該当町名として、佐々木原町、宮谷町、日吉町、天道茂町、中村町、今屋敷町、田淵町、 大手橋町国分町久田道長が記載されている。津島市発足後は北里となる。津島市発足後は西里となる。津島市発足後は東里となる。ありがとうございます。